はい、ということで、実はね、こんなところに落とし穴がございました。ここにですね、何時人に渡すべしものあり、何時別れを惜しみ大切にすべし、これがですね、まあ、ここでお札3枚をもらうわけなんですけど、この言葉通りに、この弟とお父さんにそれぞれ話しかけなくてはいけなかったそうです。で、私はここ話しかけずに、エンディングを迎えたばっかりに再び絶望のエンディング3を一人で見てしまいました。まあ、ここのね、エイジ君の会話は特に変わりません。ただお父さんちょっと変わります。見ててくださいね。まあ、ここはまあいいとしましょう。エイジのこと、違う、兄ちゃんのことよろしくお願いしますと。で、猫も特に変わりません。まあ後で別れを惜しむので、お父さん早く行きなさい、早く行きなさい、変わりましたね。さらに、お前を村から追い出したのは、ミケコの次はお前が狙われると思ったからだ。ミケコは確か誰か知らない人に毒を盛られちゃったんですよね。未練をなくすため、何があってもお前との関わりを避けた。だが、わしがするべきはそうではなかった。雫を救ってくれ、周一。というこの会話がありました。これをやった上で、お姉さんの髪飾りを持っていくと、ようやく最後のエンディングを迎えることができるそうです。では飛ばしていきましょう。さあ、全員帰ってきました。聞いてる聞いてる。この虫けらどもが調子に乗るな。いいや、乗らせてもらうよ。ダン、こいつの弱点は不浄なものだよね。そのはずだ。現に牛糞は効き目があった。人間のものならもっと効くはずだが、まさか。任せてよ。さあ、僕の奥の手を食らうがいい。ストリートチルドレンの友人に譲ってもらったえげつないお宝の写真集だよ。なんてこった、そういう手があった。がー、目が目が目が突然のムスカ。エロ本に弱いムスカになっちゃったじゃん。やっつけたのかしら。まだまだみたい。乃木さんの震えが止まらない。乃木、乃木、しっかりしろ。神様なんだろう。あ、死にたいのですか。乃木はうつむいたままブツブツとつぶやいている。乃木、あなたが死んだらメンバーはどうなると思うんです。俺が死ねばみんな喜。そんなこと、バカなこと言わないで。あ、たとえ染めた髪でも赤毛なら胸を張りなさい。浸透しちゃってるよね、絶対みんな。ノーマ、大変失礼いたしました、乃木様。目覚めた。いや、聞いたわ、お姉さんのビンタ。愛の無知ってやつ。戯言は後で聞きますわ。はいはい、まずはやることやってから
だな。姉ちゃん、助けに来たぜ。だいぶ遅くなっちまったけどさ。まあ、だいぶ遅くなっちゃったけどさ。しゅうちゃん、しゅうちゃん逃げて。うわー、来た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 。これって極卒？大きいし醜いし、日本のデーモン。悪趣味すぎない？うっさいわね。どこの国だって似たようなものよ。それよりもあの目、攻撃に耐えきれず自分で目玉をえぐり出した。なんだこれ、気象で罪の塊のようなお前たちが償う場を用意してやっているのだ。罪には罰を、この極卒が取り締まる。まだ戦い続くの？あのお札と髪飾り、いつ使うの？くそ、全員揃ってっか？なんか音がするな。ここは、おやまあ、同時に来るとは仲がいいの。誰？ここはサイの河原じゃ。え？あの世に来てんの？まだあの世じゃないのか。わしは脱エヴァという。嘘でしょ？僕たち死んじゃったの？マジで？いや、お前さんらはまだ生きておるようじゃな。たまにいるんじゃ迷い込んでくる者どもが。迷い込むというか、極卒が水槽を壊したせいで水に流されて、気づいたらここに来てたんだけど。でも濡れていない。あれ、本当だ。服も体も髪の毛も全然濡れてないよ。あの水は見せかけだけだったってことなのかしら。お嬢様がご無事で何よりでございますわ。ばあさん、どうやったら帰れるか知らね。そうじゃな、そこな色男がわしを喜ばせれば考えてやらんでもない。色男とは？色男？どう考えても乃木じゃないでしょうし、ダンかシャルロットのどっちかしら。おーい、僕もいますけどね。肌の白い方じゃな。あ、ロッティロッティロッティ、おーロッティ。何をしたらいいんですか？そうじゃの、口吸いでもしてもらおうかの。口吸い言い方よ。これキッスってことでしょうか？それは。あ、ゆいちゃんも一応嫉妬はするんだね。口吸いって、キッスだよ。なんだ、お安いご用だわ。さっさとしちゃいなさいな、シャルロット。もうカップルじゃん。いやだ。ほうかほうか、まあええわい。じゃあ自分たちで見つけるんじゃの。上からだ。まあ、あのクソ野郎も来ねえし、うちの姉ちゃんも探さなきゃだし、その辺ちょっとうろついて考えてみるわ。頼むぞ乃木。その気になったら戻ってくるがよいわい。ああそうじゃ、この辺にはケンエ王というわしの旦那もうろついておるんじゃが。おるんかーい旦那。見つかって身ぐるみ剥がされぬよう気をつけるんじゃな。何この世界、でも新しいな。生皮を剥がれた、も、某者が苦しんでいる。う、
前に見た夢みたいだ。着物を着ておらなんだ、亡者じゃ。わしの旦那に剥がされてしもうた。亡者は川を、亡者は川を渡って濡れた服の重さで、犯した罪の重さが示されるのじゃ。罪が重ければ重いほど流れの荒れた深瀬を渡るようになっとるでな。なるほど。それで濡れてない私たちは死んでないって判断されたわけね。ほう。こっちにもあっちにもいるわ。ああ、痛い。風がしみるんだ。張り付いた砂利が取れねえんだ。つらい。さあ、お姉さんたちを探さなきゃいけないのかな。濡れた服がぶら下がっている。声がするな。静かに、静かにしなきゃなんねえ。こんなに痛いのに、痛いのにな。ああ、静かに、静かにしろ。どうかお前たちも静かに。決して走ったりするんじゃねえぞ。わかりました。決して走りません。あ、なんか落ちてる。おもちゃのパーツを手に入れた。これ子供に渡すのかな、もしかして。なんか赤ちゃんがどこにいるかがわからないね。いないなあ。あ、まだなんかある。おもちゃのパーツ。静かに静かにしなきゃなんねえ。ああ、静かにしろ。走ってはいないですけど、おもちゃのパーツ知らねえよ。それよりも痛えんだ。助けてくれ。走りたい。せっかちな私としてはとても走りたい。風がしみるとめっちゃ身ぐるみ剥がされてんな。そしてめっちゃ泣いてる。この先にいるのかな。あれ、戻ってきたぞ。その気になったかのその気になったかのは受ける。ここは唯一走っていいのかな。ちょっと待って、こっから走っちゃいけないんだよね。ちょっとどこに行けばいいんだろう。あ、もう一個あった。おもちゃのパーツ。これいくつあるんだ？あ、まだ上も光ってるな。おもちゃのパーツ。こっちにも行けるのかな？そこに入るな！誰？ダメだな。誰に怒られてんの？私。もうとりあえずじゃあもうちょっと進んでみましょうか。でもこれ以上はおもちゃのパーツなさそうだよね。ちょっとこの辺のやつに話しかけてみるか。おもちゃのパーツ知らねえよ。5つのパーツを組み立てると赤ちゃんが喜ぶおもちゃになる。5つ。あともう一つどこかにあるはずなのか。おもちゃのパーツ。あ、這いずった時に見かけたぜ。そのついてるわよ、脇腹に。血が乾いておもちゃのパーツが体に張り付いちゃってる。どうする？無理やり取ったら体ごと剥がれちゃうよ。どうすんの？取ってくれ。痛くてたまんねえんだ。んじゃあ俺がやる。え？ご老人、痛いかもしれないが許してほしい。だが我々を助けた分だけあなたの罪も軽くなる。アーメン。おお。おもちゃのパーツを手に入れた。おいおいおい、
俺が嫌な役押し付けたみてえじゃん。二度とすんじゃねえぞ。気をつける。崩れた血の塊が残っている。これででもおもちゃが完成したはずですよね。あ、やべえ、走っちゃった今。これでどうなるんだ。おばあちゃんのとこ行ってみればいいかな。じゃあ、さっき入れてもらえなかったところに行けばいいのかな。入ってくんじゃねえみたいな。そこに行けばワンチャン。お、行けましたね。泣いている。めちゃくちゃ泣いてる。なんじゃ正面から話せ。すいません。それは、わしの赤ん坊のおもちゃか。こちらへ渡してもらえぬか。それがないと赤ん坊がぐずってかなわんのじゃ。あ、もしかしてあなたが剣炎王さんなんですか。いかにも、わしを知っておるのか。なるほど。じゃあじいさん、その代わりにちょっと俺らに協力してくんね。よかろう。これも赤ん坊のためじゃ。ずいぶん高齢出産なんですね。オーケー、交渉成立。おもちゃのパーツを剣炎王に手渡した。よしよし、これで機嫌も治るじゃろって。これで機嫌治んなかったらどうしよう。お、でんでん太鼓。おもちゃを完成させたと。あら、かわいい。さて、何をさせたいんじゃ。あー、俺ら今、巫女の格好した二つ結びの女の子探してんだけど。おお、それなら見た見た。なんだっけ、なんとかバーのところにおるはずじゃ。珍しくお気に入りの娘らしゅうてな。じゃがなんぞ喜ぶことでもしてやれば、あのバーも協力してくれようぞ。ああ、喜ぶことね。マジか。つうことは、つまり、キッスね。いつまでも。いや、無理にとは言わねえし。いや、わかった。覚悟を決める。乃木には恩があるからな。はい。なんでゆいちゃんまではいって言うの？一応わしの嫁じゃ。そんなに嫌がるでないわ。あ、もう内容は分かってんのね、おじいちゃん。あ、ごめんなさい。面白いな。あら、かわいい。これでもう私走っても大丈夫なのかな、もしかして。それとも走って襲われるのは別の案件なのかな。あ、走って大丈夫そうですね。では走っていきましょう。決して走ったりするんじゃねえぞって言われてるけど、私めっちゃ走ってるわ。ごめん。ばあちゃん、みこ、その気になりました。ああ、覚悟は決めた。では失礼する。あ、手でいいのね。あ、手にキス。まあ、確かに場所は指定されなかったね。なんとかバーはそれで許してくれるかしら。なんだっけ、剣炎王から聞いたわい。うちのやや子を泣き止ませたとな。ま、よかろ。この奥に進むがよいわ。あ、やった。この先で主らの知り合いが案内してくれるじゃろって。知り合い？あれかな、あやかしの類かな、もしかして。ここは虹の橋のふもと。愛された動物が愛する人が迎えに来るのを待つ場所です。私も大好きなあの人をずっと待っています。なんか心が、もしかしてミケコがいる。あの子今頃どうしてるかな。楽しいといいな。ここ虹の橋だから、僕犬だから、早くご主人様に会いたいね。
鶏とかもいる。猫、一緒に橋を渡ったらまたあの人と一緒に暮らしたいな。あいつ俺が死んで相当寂しがってやがる。ここで待っててやらねえと男が廃るってもんよ。なんか心がウサギと私一緒に住んでたの。あの人が迎えに来るのずっと待つんだ。会いたいから。猫と私一緒に住んでたの。今はここで一緒に人を待ってる。やばい、もうその言葉だけでもう私つらい。ボス、こいつがばあさんの言ってた知り合い？誰の知り合い？ボス！マジ？ゆいちゃんの昔話に出てきたあの野良犬？僕の犬だ。僕の犬だよ。嘘だ。本当に？どうして？俺はボスを待ってました。一緒に橋を渡るために。それは今じゃないっすけど、でもボスの望む場所に連れて行くっす。ユイが犬を飼っていたなんて聞いたことないけど。小さい頃二人で犬に襲われたことあったでしょ。あの時のなんだかよくわかんないけど、信用していいのよね。動物は嘘をつかない。俺は信じる。俺はボスの力になりたいっす。ボス、命令してください。うん、じゃあ僕たちを乃木さんのお姉さんのところに連れて行って。イエスボス。あ、そっちなんだ。こっちです、どうぞ。なるほどね。そっか、橋の向こうは死んでから行くんだもんね。じゃあ行きましょうか。急に悲しい音楽になるじゃん。こっちっす。なんかすごい並んでるよ。この並んでるの何？こっちっす。ちょっと並んでるの見てもいい？一瞬。三途の川を渡るための亡者の行列っす。混じっちゃダメっす。あ、結構明るかったわ、思ったより。こっちっす。ちなみにこれ右側に行くことってできるのかな？あ、違った。ボスは行っちゃダメだった。まだ奥があるの？この先にお探しの人がいるっす。ありがとう、とっても助かったよ。グッボーイ、グッボーイ。ボス、いつか本当にここに来た時、その時はまた頭を撫でてほしいっす。うん、もちろんだよ。僕の大事な犬だからね。それじゃあ待ってるっす、ずっとずっと。大切にするものですよ、本当に。家族ですから。いた。なんか伝説のポケモン感あるな。しゅうちゃん。お待たせ姉ちゃん。昔約束したお土産。はい、射的でもらった髪飾り。ああ、あんな約束忘れたってよかったのに。それよりもお姉ちゃんが守ってあげるってそう約束したのに。怖くて危険なものからずっと遠ざけてきたのに。結局しゅうちゃんを危ない目に遭わせてしまった。一緒にいるのはお友達でしょ。巻き込んでしまったのよね。しゅうちゃん、ごめんね。ごめんなさい。乃木が何も見えなかったり、触れたゴーストが消えたりしていたのはお姉さまが守ってらしたのね。死んでなおそうするなんて、
本当にリーダーを大事に思っていたんだね。ここまで来て言うことじゃねえだろう、姉ちゃん。見えねえとか、触れたら消えるとか、この体質は確かに嫌なことの方が多かったけど、おかげで助けられた奴もいるし、もういいよ。囚われのお姫様に助けが来たんだから、俺はもっと違うこと言ってほしいな。助けに来てくれてありがとう、しゅうちゃん、皆さん。それそれ、やる気出るわ、そっちの方が。さてと、じゃあこんなところからさっさととんずらこきますか。どっかに瀬太郎兄ちゃんもいるはずだから、合流すれば姉ちゃんは助かるよ。俺らもまだ死んでねえみてえだし、だからそれまで、まあ大きくなった弟の胸板でも楽しんどいて。しゅうちゃんたら。うわー見つけた、小賢しい人間め。マジ？こっからどうするの？くそ、あの極卒野郎マジ切れみてえだぜ。一旦逃げるぞ、全員走れ。あ、セーブさせてくれてありがとう。障害物を調べると移動する光が表示されます。タイミングよく丸に光を合わせると障害物が壊せます。なにそれ。なるほど、そういうことね。むずい、案外むずい。これは、はい、いいよ、いいタイミングだった今。いや、これ結構ギリだな、戦いが。あー、まいおお、いけた。次、ぶん殴って壊せ、 Z キー。まあエンターキーでもよかったね、今。お札がなんか出てきてる。これ失敗したらだからなんかあんのかな。連打。なんでこんなに難しいの？急に難しくなるのやめて。大丈夫、まだ3枚残ってる。なにこれむずい。これむずい。これは難しくないか。これはここ。やばい。踏まれないように避けろ。いや、これ今のずるいでしょ。もう的隣にいたもんね。今のずるくない？確実にずるいよね。こうだ、こう行けばいいんだ。左側のルートを行けば1枚も損せずに行ける。うわ、これはあかん。こいつらただの邪魔だ。邪魔。どんどん下に行けば踏まれない。よし。次どこ？よし。なに？いた！あ、時間稼ぎのパターン？うわ、これもうやばいわ。あ、でもいけた。よし、お札1枚残ってる。ごめん。さっき足をくじいちゃった。みんなは先に逃げてて。すぐに追いつくから。ロッティがそうはさせない。おい、マジ。それ死ぬやつのセリフじゃん。大体。バカ、置いていけるわけないだろ。でしょうね。そりゃこうなりますよね。でもロッティも体力的にもう僕を抱えたまま走り回るなんて。何？お、船があるじゃん。地獄の鬼より神の方が運に恵まれてるみてえだな。全員あの船に乗り込め。川を下って逃げるぞ。サンズの川でしょ？私たち死なないかしら。渡んなきゃいいんだよ、渡んなきゃ。ほら、全員急げ。うわ、セーブ。なにこれ。むずい。なに。はい。スタミナみたいなのがあるのは何？おい、これお札使ったな。死んだ。
これはあれかな、あのマークが出てきたときはあのボタンを押さなきゃいけないのかな。あーやばい、あー使っちゃったなお札。めちゃむずくない？めちゃむずくない？よし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 、いいよいいよ、よし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 、あの矢印が出た瞬間にちゃんと奥を押してれば来ないんだ。あー分かってきた、分かってきたよ、大丈夫、もう次次行こう、次次いける。よし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 、いいよ。え、なんでいつの間に来たの。やばいやばいやばい、むずい。ちょっと作者さんの、YouTube のチャンネルを見てきましてですね、攻略を少々見てまいりました。どうやらあの腕の判定上下で分かれているそうで、まず、この場所ね、これが上側で、もう一個が下側で、ちょうど半分ぐらいに分かれているそうなので、陣取りをするんだったら真ん中あたりがいいそうです。あーやっちまった、これは結構きびいな、こんなに迫られてると結構厳しいな。でチェッカーズみたいなところが最初の方にあったと思うんですけど、あそこあまりにも最初から引き離しちゃうと極卒がねワープしてくる設定になっているそうです。いやめっちゃいい感じなんですけど、今のところお札も残ってるしスピード的にも申し分ない。これはワンチャンいけるのでは。やばい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 、使っちゃったけど、これはもうクリアなのでは。やったー、ちょちょちょ、乃木前前、うっそだろ、やったー、1時間以上は絶対にかかっている。セーブさせてくれてありがとう、もう本当に死ぬかと思った。あれ、あーもう本当によかった、無事にエンディング迎えられる今日中に。くそ、マジで死ぬかと思ったじゃねえか、何度も死にました。ロッティ大丈夫？僕自分で歩くから。これだけ水にさらされたらさすがに慣れてきた。何まだ来んの？リーダー、あの鬼まだ僕らを追っかけてくるつもりだよ。あーもうしつこい男はモテないっつーのよ。え、何この5432って、これでいいの？あー間に合った。おい嘘だろ、行き止まり。うわー追い詰めたぞ人間ども、もう逃げられません。どうするのよ乃木、こう一発逆転できるようななんかないの？瀬太郎兄ちゃんがいりゃなんかできたかもしんねえけど。確かに瀬太郎兄ちゃんのこと忘れてた。瀬太郎というのはこれのことか。え、お地蔵さん、これ何これ、瀬太郎兄ちゃん、そんななんてことするのよ、罰当たり。罰当たり、罰を与えるのは鬼だ。
罪深いこと。生きているだけで罪を背負っていく。だから人は救われることを願い、信じるんだ。しゅうちゃん、君のお父さんと、それから弟の A ちゃん、ずっと祈ってくれている。強く祈ること、心から信じることで、それが真実になることもある。あの方がお救いくださるよ。あの方って神様ってこと？バカな、そんなここまで来るなどとは。バカな。あ、菩薩地蔵様ってこと？大丈夫、お救いくださるよ。よかった。ありがとう。いや、姉ちゃんのことよろしく。しゅうちゃん、しゅうちゃん、皆さん、本当に本当にありがとう。どうかこれからもしゅうちゃんをよろしくお願いします。ちょっとやめてよ姉ちゃん、俺もうガキじゃねえんだから。もちろんよ姉様、あたしたちがちゃんと世話してあげるから安心なさって。任せてよね、なんせ彼は僕たちのリーダーなんだから。主な世話は俺がするんだがな。僕もお手伝いします。俺もできる限りは。お嬢様がおっしゃるなら。好き放題言いやがって。ありがとう、これで私も安心して行けます。しゅうちゃん、元気で長生きしてね。いつでもお姉ちゃん祈ってるから。ん？あの姉ちゃん、はあ、行ってしまわれた。さよなら、しゅうちゃん。あ、ここは？公園だね。お化け屋敷が跡形もなく消えてるよ。ということは、やったわ、私たちあのクソ野郎の鬼に勝ったのね。お嬢様、口が悪いございます。ごめん、遊ばせ。なんかいいね、今回はもう絶対にハッピーっていう気がする。え、動ける？最後に。我らがオカルトクラブに負けなしよ。私、あの頬ちゃんと冷やしてくださいましね。なんで何にも言ってくんないの？ああ履歴書に書けたらいいのにね。確かに。ん？うげ、今って何時？僕実はこっそり家を抜け出してきたんだ。見つかったら罰を受けちゃうよ。そろそろ日の出の時間ですわ。送ってってあげてもよくってよ。ノーマ、車を用意してちょうだいな。俺はすぐそこだから。ユイ様は？僕は、はあ、ユイは俺が連れて帰るから必要ない。マットをよろしく頼む。ひゃー、下ろして、恥ずかしいから。じゃ今日はここらで解散。
もさ、いちいち一枚絵が素晴らしい。もうやってよかった。もう本当に最後のあのボートのところはマジでもう心折れそうになりましたからね。本当に実際にぜひあの皆さんにもプレイしていただきたい。あれは実はですね、作者さんの解説動画みたいなのを見たんですけど、どうやらなんか上下のスイッチとか、てかスイッチてかキーボードね、あれとかもちょっとなんかタイムラグがあるように作られてて、できるだけ早めに押すのが基地だったりとか、あとは真ん中を境に上下であの鬼が攻撃をしてくるので、基本的には真ん中をポジションを取っておいて上下にちょっとだけ動くっていうのがコツらしいです。まああとはいかにあそこまでお札をね取っておけるかっていうのもありますね。いやー本当に難しかった。まあ今後あのアップデートでそこはハードモードとね、あのもうちょっと優しいモードができる可能性もあるらしいんですけど、まあ、皆さんにはぜひ今のうちにダウンロードしてやっていただきたいですね。いやー本当に楽しかった。続かないかなこのシリーズ、またやりたいな。こんなになんかキャラクターの個性がそれぞれ生きてるっていうのはもうなんか離れがたくなるよね。いやいいな。この背景よ、あれが白い子猫かな、拾ってきた。あれももしかしたらなんかミケコに通じるものがあるかもしれないですね。ミケコも白猫でしたから。イラストがかわいい。いやゆいちゃんとロッティがこの後どうなっていくのかっていうのもちょっと気になりますしね。ロッティがちょっと重い男すぎてめちゃくちゃ面白いんですけどそれはそれでちょっと将来が気になりますね。あー教会だ、すごいライブやってる、募金募ってますね。その例の女の子の病気とかもなんかいい方向に行けるといいですね。 Thank you for playing。 ありがとうございました。おまけ部屋に行きますか。はい、と思ったんですけど、まあ一応ねここはクリアした人の得点なので、皆さんには悪いですが私だけ楽しませていただきたいと思います。ぜひあのめちゃくちゃ難しい川みんなにも渡ってもらいたいです渡ってるわけじゃないか、川下りになるのかな。いやー今回もとても楽しい作品でした。皆さんもいかがでしたでしょうか。感想などもお待ちしております、ご視聴ありがとうございました。また別のゲームでお会いしましょう。バイバイ。